松平綱鷹は、江戸時代前期の大名、出雲国松江藩二代藩主。家には、十四位した、品野守、る、では守る、自重、直政啓越前末平家宗家二代。初代藩主、松平直政の長男として誕生した。慶安四年十二月二十六日、元服する。四代将軍、徳川家那より変期を授かって綱鷹と名乗り、十四位した。 シナの守るに除任する。漢文六年二月、父が死去したため、同年四月十日に家督を継いだ。その時に、自邸金栄に三万国、三帝、流星に一万国を分与している。同年十二月二十八日、自重に専任する。シナの守るを止め、では守るを兼任する。ナオマサの治世末期からすでに始まっていた、社会不安や、私風の主観。 さらには、財政悪化の兆しなどから、藩内で混乱が始まる。その始まりが、重心高材高清の追放事件、ついで大水害による大被害である。これらにより、藩内では混乱と財政悪化が隠しきれないものとなり、綱高は、米、雑国の遺失禁止、酒造の禁止、藩札を発行することなどでこれを切り抜けようとしたが、逆に財政が悪化した。 しかも、遠方元年には、綱高が、小野高俊氏の美貌の妻に横れんぼするあまり、彼に、無実の罪を着せて、流罪とするという事件も起こった。後に高俊氏は死んだため、松平家はその怨霊を恐れて、水目組者に、彼を祀ったが、綱高は、遠方3年うるう4月1日に突如として急死した。去年45、あと4男の綱衆が継いだ。 あまりに突然の死であったため、高都氏の亡霊に殺されたと噂されたと言われている。ありがとうございます。